みんなだいぶライブにも慣れてきたな。オリジナル曲も前みたいに盛り下がったりしないで、しっかり聴いてもらえてる。私もしっかり見せないとね。じゃあ私、店長に挨拶してくる。うん、お店の外で待ってるね。オリジナル曲、いい感じの反応もらえてたんじゃない？まあね、でもみんながみんな乗ってくれてるかっていうと、店長は、あれ、日の森さんだけ？いおりさん、もしかしてさっきのライブ見に来てたんですか？途中からね。君たちの演奏もギリギリ聞けたよ。前に聞かせてもらった時より確実に良くなってる。イベント全体のことを考えて、次のバンドがメリハリつけやすくなるようにしっとりとした曲で締めるっていう構成も良かった。あれって日の森さんが考えたの？みんなでですよ。まあここでよく演奏してるバンドだし、セトリパターンは把握してたのでそれは話しましたけど。まあいっか。それよりせっかく会えたし、これもらって。相変わらずだな、あの人たち。私たちの曲が好きって言ってたけど、ライブ始めた頃なんてボロボロに言われてたよ。歌詞がよくわからないとか、メロディーがめちゃくちゃとかね。そうなんですね。そう、だから気にしない方がいいよ。それより、はい、これ CD。 ジャケットはまだできてないけど、私たちスタンドアウトのメジャーデビューシングル。え？いいんですか？もらっちゃって。うん。もともと今日は店長やお世話になった人たちにこれを渡すために来たんだ。日の森さんには、ミオとスカウトの件で借りがあるし。歌詞を作ったつもりはないですよ。っていうか、いおりさんだって、いちかにアドバイスしてくれたりしたじゃないですか。あれはあれ。とにかく、私たちは先に行くよ。私の誘いを蹴って、あの子たちとプロを目指す道を選んだんだから、覚悟のその先を見せてもらわないとね。はい、言われるまでもないです。じゃあ私、店長に用があるから。他のみんなにもよろしくね。誘いを蹴ってか。そういえば、いおりさんからの誘いを断った後、しばらく視線を感じることがあったな。あの時は知らなかったけど、いおりさんが新しいベースを探してるって話、ここらじゃ噂になってたんだっけ。視線を感じたのは、私が誘われたことや、それを断ったっていうことをみんなも知ってたからだったのかも。お、っていうか、私も店長に挨拶するんだった。聞いた時より曲の表現力がさらに上がってる気がする。
前に店長言ってたな。スタンドアウトは勢いがあって力強いビートなのにおしゃれ感があるのが売りって言われてるけど、それ以上に曲の表現の丁寧さと、その丁寧さを勢いで損なわない演奏技術の高さこそがすごいんだって。これがプロになるバンドのレベル。当然だけど、私たちが腕を磨いている間、他のバンドだって練習してる。私の誘いを蹴ってあの子たちとプロを目指す道を選んだんだから、覚悟のその先を見せてもらわないとね。覚悟のその先か。覚悟があっても誰でもプロになれるわけじゃない。だからこそゆりさんはその先が見たいって言ったんだろうな。単純に考えたら何かしらの成果を出すっていうことだろうけど。あら、あ、はい、自主練でもしようと思って。そうなんだ。お、こっちに転がってきてますよ。何なんですか、この丸いの。ちょっと光ってるみたいですけど。それは、何これ。ここ、どこ？どこかの町みたいだけど。アンタイトルは止まってない。ってことはここも世界？っていうか何回も押してるのにアンタイトル止まらないんだけど。そういえばルカさんが何か言いかけてたな。それはあの丸いの、ひょっとして触っちゃまずいものだったのか。それにしてもここどこだろう。遠くにビルみたいなものも見えるけど、こんな街渋谷では見たことないな。ぼーっとしててもしょうがないし、とりあえずこの辺を歩いてみよう。分かれ道？お、右側の道は看板っぽいのが置いてある。ライト？右にあるのにわざわざ右って書く？あ、分かった。正しいっていう意味の方かも。なら右側の道でいいか。そっちの方が人がいそうな建物もいろいろあるし、道も整ってて綺麗だしね。